日本群馬県桐生市川内町川内町は群馬県桐生市の町名である。川内町1丁目から川内町5丁目が設置されている。郵便番号は376-0041。桐生市の中西部に位置する。旧川内村から高津戸の一部を除いた地区にあたり、桐生市第16区に属する。東北部は梅田町に、東部は宮本町、堤町に、南部は 渡良瀬川を境として、あよい町に、西部は、緑市大間町高津戸、大間町長尾根に、北部は、大間町小平にそれぞれ接する。南を渡良瀬川、三方を、足尾山地の山々に囲まれている。鳴る山、あずま山などが連なり、渡良瀬川の支流である山田川や小倉川が南に流れる。群馬県道三十八号、駒形大間間線によって、 緑市大間町高津戸に、群馬県道342号川内定線によって、筒見町に、渡瀬川に架か,かる愛川橋によって、愛生町と結ばれている。四丁目のみ信号が存在しない。山田川の上流は、かつて、似た山と呼ばれ似た山紬の産地として知られた。山田郡、似た山村は、現在の川内町五丁目の一部にあたり、白滝き姫伝説で知られる。 白滝神社がある。二た山村は、1598年に上二た山村、中二た山村、下二た山村に分かれ、1873年に上二た山村、中二た山村、下二た,た山村、明日崎村が合併して、山田村となり、1889年4月1日に、東小倉村、西小倉村、砂川村、高津戸村、山田村が合併して、 川内村となる。1954年10月1日に川内村の一部が桐生市に編入したことで新たに川内町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。